皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。今日は先日小紋をね、洗い張りして羽織に仕立て直したいという仕事を受けまして、せっかくなんでビフォーアフター紹介しようかなと思っております。まずは着物の状態、こちらね、見えるかな。着物の状態をこれから解いて洗い張りして、で羽織に仕立て直していくということで、着物の状態をまずは取っておきます。はい、ということで、一瞬で実際には、解いて洗い張りして、羽織に仕立て直すのに大体、今回2ヶ月ぐらいですかね、かかってますが、羽織に洗い張りして仕立て直しました。こんな感じです。で、羽織に仕立て直す時の注意点は2つあって、着物から羽織に仕立て直す時のね、注意点が2つあって、1つは、着物よりも袖幅、この幅ですね、この着物よりも袖幅を、ここの幅です、広くしないといけないので、生地の幅が、十分にあるかということがまず1つ目のポイントです。っていうのは、実際に着物で着れていたからこれ羽織にできますよねっていう、思う方多いんですけど、着物以上に広くしなきゃいけないので、縫い代が十分にあるかっていうところが、引っかかってきます。で、2つ目のポイントは、ちょっと実物を見せながら説明しますが、羽織のね、襟ってこう裾から裾までずっとこうつながってるじゃないですか。で、この長いパーツが着物にはないので、羽織の襟をどうやって作るかっていうと、奥身っていう、こう着物のこう三角から裾にこう細い部分ありますよね、ここが三角になってる、あの部分を2枚こうつなげて、ここの襟を作ることになります。これね、この羽織の襟を、なので2つつなげるということは、てっぺんのここに萩が入ります。ここに縫い目が1本、普通、羽織からね、反物から羽織を作ると萩は入らないんですけど、着物から仕立て直した時にここに1本縫い目が、背縫いの延長線上に萩ができますよっていうことはあります、ね。はい、ということで、あとね、この裏地、羽織の裏のところは、着物の裏からは使えないというか、種類が違うんですよね。羽織の裏って、一般的にはこういった柄のものをつけるので、羽織の裏も新しくしてっていうことになってきます。っていうところで、着物から羽織に仕立て直す実例を紹介しましたが、こんな感じで分かりましたかね。はい、ということで、質問とかありましたらぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日はここまで。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い、染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。